センターの皆さん、こんにちは。いよいよこの参議院選挙、こうして訴えができるのも今日を言いました。ぜひ皆さん、もう一度しっかりと考えてください。この3年半、株価は踊りました。一部の大きな企業は潤いました。でも皆さんの暮らしと結びついた政治はどうなったのか。私たちは地に足のついた普通の人が豊かになる、そんな政治をもう一度前に進めたい。桜井一郎先頭にそれを進めていきたい考えています。少子高齢社会です。ますます増えていく高齢者の皆さんの老後の安心、介護の充実、限られた予算は介護の充実にしっかり回していきたい。安倍さんは口を開けば対案がない対案がないと言いますが、私たちは介護職員の皆さんの処遇改善のためのそういう具体的な提案もしています。なんといっても皆さんからお預かりしている年金積立金、その運用の仕方を取り戻していかなければ、お預かりしている金の半分も株に投資をして、去年だけでも5兆円の損が出る、その損が出たことよりもこうしたところに大事な年金のお金を投資をしてしまうという、こういう政治の考え方自体を真っ当な姿に戻していかなければいけないんじゃないですか。そして桜井充さんの専門分野でもある医療、高齢化社会になればなるほど医療がしっかりしていなければみんなの暮らしの安心は作れない。ぜひとも株価よりも老後の安心、医療、介護、年金、そういう政治を桜井充にやらせていただきたい。そしてもう一つは少子化に歯止めをかけなければならない。だとすればしっかりと仕事と子育ての両立に苦しんでいる、悩んでいる、そうした人たちの目線にしっかり立たなきゃいけないんじゃないか。女性の活躍、輝く社会とか言っても単に労働力としか見ていない。安心して子供を預けることができる、そして安心して仕事ができる、そういう環境づくりをこの3年間進めてきたのか。そして子育てはお一つだけではありません。教育費、学費にものすごいお金がかかる。2人目欲しいけど3人目欲しいけど、将来の学費のことを考えるととても無理だ。そういう声が聞こえていたら奨学金という返済義務がある借金をこれから社会に出ようとする若者に背負わせる、こういう仕組みにきちっと対峙できるはずだ。残念ながらこれもこの3年半進んでこなかった。一部の大きな企業の利益よりも子育て支援を充実する政治へ桜井満を先頭に一歩踏み出させていただきたい。そして雇用の安定です。20年ちょっと前までは働くというのは正社員が当たり前だったはずです。派遣という働き方はごく一部の特殊な技術技能を持っているそういう職種だけに限られていたんです。わずか20年の間にほとんどあらゆる仕事を正社員から派遣へと置き換える、これが可能な仕組みになってしまった。しかも去年のあの安保法制の裏側でさらに正社員を派遣に置き換えやすい、そんな労働法の改悪が強行されています。国会ではこの選挙の終わりは残業代ゼロ法案が徐々に上ります。どんなに残業しても残業代がつかない、ますます長時間労働を正当化するようなことをこの選挙が終わったら与党は進めようとしているんです。
強い者のための政治よりも、誰もが安心して働ける社会こそが今必要であり、桜井する本に参りましたけれども、桜井するとともにそこに前に一歩足を踏み出させていただきたいんです。そして私も司法修習生でお世話になった仙台弁護士会の皆様方を219名立憲主義の回復のためにということで声を上げていただきました。憲法に従って政治を行う、これは主義主張政策以前の問題です。ルールに基づいて政治をやるというのは立場を超えて大前提でなければいけない。政治が守らなければならない憲法というルールを勝手に解釈変更して強引に数を押し切る、まさにスタートラインが間違っています。この安保法制にしっかりとした国民の意思を示さなければ、これが当たり前になる、つまり政府がルールを守らなくてもいいという社会、国家を国民の皆さんが認めてしまうことになる。そうだ。だから何としてもこの選挙、この大事な大事な一人区、桜井満さんを勝たせていただかなければいけない。3分の2を取れば憲法の破壊に走ります。9条だけではない基本的人権、今の憲法があっても報道表現の自由が萎縮して、この大事な国政選挙が行われているのに、国営放送じゃなかった公共放送はほとんど参議院選挙のことを取り上げない。まさに官邸に忖度をしているとしか思えない。今の憲法があってもそんな状況です。これを破壊するような、そんな動きを止めるためには桜井にする差が勝てないようではどうにもならない。しっかりと実績を上げてきた桜井にするさ、だからこそ多くの皆さんに支えていただき、ここまで戦ってきました。でも相手も必死です。利権のしがらみを、利害関係のしがらみをがんじがらみにして締め付けています。その締め付けに勝つためには、良識ある市民の皆さんの最後の最後までの力強いご支援が必要です。まだまだ声をかけていない、電話をしていないお友達がいるんじゃないでしょうか。最後の最後まで一本でも多く電話をできる、声をかける、本当にその運動量の最後の勝負にこの宮城の一人となっています。ぜひとも皆さんの明日の暮らしの安心のために、そして戦後70年先輩世代の皆さんが積み重ねてくださった民主主義と平和主義と豊かな日本を次の世代に引き継いでいくために、桜井満、桜井満にどうぞ最後までさらなる大きなお力添えを心からお願い申し上げて、民進党幹事長枝野幸男から仙台の皆さんへの心からのお願いを訴えさせていただきます。どうか皆さん最後まで最後まで桜井満と共に戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。枝野幸男、民進党幹事長からの激